負のオーラをカナの元気オーラで消し飛ばそうと思ったんだよ。まったく相変わらずヒデ君は冷めてるんだから。重罪だよ。こんな綺麗な桜がある暗い顔して桜があって、寒い冬ともさよなら。嬉しい季節だよ。神器臭い俺には寒い冬の方がお似合いだとか思ってるんでしょう。あ、バレちゃった。抱きしめていた。ふわり
めるくせに、ちんたら歩かないでください。8時20分の予礼までに校内に入り、8時30分の本礼までに教室で着席。それがこの学園のルールです。すぐに門を閉めないのは事故防止のためです。していたから20分を過ぎてしまった。ということでいいですか？手伝ってもらったのに何もなしっていうのは私も気分が悪いですから。見逃すというと、私が絶大な権力でも持っているみたいでちょっと嫌ですけど。私は1年のガレー琴美です。生徒会長をしています。それよりも次からはもっと余裕を持って登校してください。先輩、私は小学校の先生じゃないんですから。教室へ向かってください。まだ間に合いますから。
ゃなくて、来るの遅いよ。もう、あんなに電話かけたのに。かな、ずっとマンションの前でひでくんのこと待ってたんだよ。それにしてもよく遅刻にならなかったね。お、シュウ、間に合ったのか。そうだな、パンでも学食でもいいが。あ、カナ学食でラーメン食べたい。ラーメンか、いい。やったー、ラーメン、ラーメン。Hey, Mr. Akeshi. いちご牛乳。
ラーメンを食べた後に一度牛乳。いちご牛乳は体にいいんだよ。その必要はない。慣れというのは日常から彩りを奪うんだよ。なんかかっこいいね。うん、やっぱりケン君は知的で素敵だよね。でも、いいこと言ってたっていうのはわかるもん。大切なのは感覚だよ。かなちゃんはその感覚だけできっとうまいことやっていけると思うよ。でしょ？同じクラスでよかったね。もうそれは言わないでよ。ちゃんと進級できたんだもん。追試の追試の追試だよ。ほんと、お前ら仲いいよな。うん、仲良しだよ。幼稚園の時からずっと仲良しだもん。しかも、今までずっと同じクラスなんだよ。さすがに辞書がないとあの授業はきついよな。花も行こうかな。